ベンチで必ず僕野村さんの前に座ってたんですね。いつも言ったよね、はい、野村さんの授業を受けてたみたいな感じですよね。試合しながら本当に1年目野村さんだったから結果が残せていったのかなっていうのは今でも思って、どうやったら足が速くなりますかってよく聞かれるんですけど、 100m の10秒台だったんですよ僕。むちゃくちゃ速いな俺って助けて回答あるんですか。ミスターパーフェクト牧原、はい、でもよろしくお願いします、はい、お願いします。さて今回は野村監督についてお話を伺いたいんですけれども、うん、そうか、赤星が入った時に、はい、野村さん監督で、はい、やっぱりその、まあ、社会人 JR でしたよね、はい、そうです、の時にとにかく足の速い選手がいるから取れということを言ったんですよね。そうですね、もう本当にスカウトの方たちからも、正直僕の担当スカウトだった方以外は、うん、絶対赤星は活躍できない、いらないってスカウトの中ではみんな評価が低くて、でも僕の担当のスカウトの方が一生懸命ご了承してくれてる中に、たまたま僕がちょうどドラフト指名された時がシドニーオリンピックの年だったんですけど、うん、あの時プロ野球のキャンプにその強化選手が参加するっていうのがあったんですよ、うん、でたまたま参加したチームが僕は阪神だったんですよ。ああそうか、はい、で野村さんに直接見てもらう機会ができて、はい、で、まあ、キャンプのウォーミングアップの時にやっぱスピードあるじゃないですか、うん、でも僕も自信があったのでアップの時からアピールしようと思ってスピードをこうアピールしてたら、うん、当時阪神で一番速かったのが高波さんっていう選手がいたんですけど、はいはい、ちょっとお前高波と走ってみろって言われて走ったんですよ。僕のが速かったんですね。でそれを見た時に野村さんがこれ取れみたいなことを言ってくださってたらしくて、で、まあ、そこからまあキャンプ中ずっとなんか僕のその動きをずっと見てくださってたらしいんですけど、前回話してた高校1年の時に先輩抜かれたって話あるじゃないですか、はい、そこからやっぱりプロに入るまでにかなり足速くなりました。僕大学で、うん、まあ、大学の時にすごく、まあ、僕はアジア大学だったんですけど、うん、まあ、結構厳しい練習をする大学って有名だと思うんですけど、はい、まあ走り込みが多くてですね、で当時の内田監督から、うん、長距離ばっか走ってるとその筋肉が瞬発性がなくなっていくから、うん、赤星は必ず全体練習が終わった後にショートダッシュをノルマとしてやりなさいっていうことをその当時の監督さんから言われて、毎日必ず30メートルと50メートルのダッシュを10本ずつ、うん、計20本練習終わりにノルマで僕やってたんですね。他の選手はない強化選手に赤星だけ、はい、僕だけ。君はプロに行ける可能性があるからっていうことなのかな、どうか分かんないんですけど、それをずっと言われたので、下級生の時からだからずっと毎日必ず乗るまで当たり前のように、だから最後の僕の練習終わりはダッシュを20本、30メートルと50メートルを10本やって終わるっていう。すげえ。そうしたら大学4年生の時に、自分でも言うのもちょっと恥ずかしいんですけど、うん、自分でむちゃくちゃ速いな俺って助けて回答あるんですか。いや本当に 100m の10秒台だったんですよ僕、大学4年生の時。おすっげえ。でアジア大学の陸上部の監督さんに、はい、頼むからちょっと陸上の大会出てくれないかと、うんうんうん、見てみたいと。そのレベルですよね。土のグラウンドで走って10秒台だったんで、陸上のトラックで陸上のスパイク履いてどれぐらい出るのか見てみたいって言われたぐらい自分でも本当に速いなと思ってて、だから大学の時にほとんど盗塁アウトになってないんですよ。でも嫌味に聞こえないのよ、そのやっぱり大学でそういう練習をしてたっていう話を最初にしてくれてるから、うん、確かにやっぱり努力って実るなと思うし、うん、逆に言うとね、こう野球のお子さんがいたりする視聴者の人たちが、うんうん、こういう風にならないとやっぱプロでは活躍できないんだっていう話を今してくれてるわけだから、すごいいい話ですよね。そうですね。だからよく野球教室とか行くと、うん、どうやったら足が速くなりますかってよく聞かれるんですけど、うん、まあ、本当に僕がよく言ってるのは、その僕はこうやってやったって今みたいな話をして、うん、とにかく短い距離を、はい、野球でその長い距離ってそんなに走ることないから、うん、短い距離を走る練習っていうのはした方が筋肉がそういう筋肉になってくれるよっていう話はよくするんですけど。フォーム的なものはどうなんですか。あ、もうすごいなんかちょっと研究したとか。正直僕そんなにフォームは研究してないんですよね。
じゃあとにかく走る、とにかく短く走るときにどんな走り方をしているかっていうか、まあ、そのとにかく30メートルどれだけ速く走れるかっていうことに特化してたので、それをするためにタイムを測って毎日やってたので、とにかく最初の10メートルから15メートルぐらいまでいかに低い体勢で走れるかっていうことは考えてましたね。そうすることによって盗塁もまあ累間で最後体が起きる瞬間ぐらいにスライディングするぐらいになるので、まあ本当にそれがまあフォームというよりはとにかく低い姿勢でどんだけ走れるかっていうのは意識してましたけど、まあでもやっぱり自分の中でプロに入った時にまあバッティングだとか、はい、まあ、守備は多分自信あったと思うんだよね、はい、もう足も速いわけだから、バッティングっていうのは どんな感じだったんですか。正直あの自信が一番なかったというか、もうまあ速い球を打つことに関してはなんとかなるかなと思ったんですけど、うん、ただやっぱり社会人時代にそんなに結果を出せてなかったので、うん、でそれをまあスカウトの方たちも知ってましたし、で野村さんが最初見た時に足は使えると、でどれぐらいのバッティングをするのかちょっと見てみたいっていうのをした時に、まあひどかったんですよバッティングが。ああもうゲージからあんまり出ない、出ない。で外野の裏方さん、守ってくださってる裏方さんたちがみんな前に来るんですよ、どん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 屈辱だよね、屈辱ですでもなんとかしたいと思ってたんですけど、まあ本当に屈辱的な感じで、あの、うん、僕らの時ってまだ社会人野球が金属バットの時代なんですね、うん、だから木のバットで練習をしてなかったので、うん、あのプロ野球のキャンプに参加した時に初めて木のバットをこう使ってみたいな感じだったんですよ。なおさらきついよね、はい、全然違いますよね感覚、うん、まあ、ただ、まあ、多分その辺で、まあ、どれぐらい野村さんが評価してくださってたのかわからないんですけど、うん、まあ、でも最終的にあのドラフトで、ね、その年、はい、指名していただいて。ドラフト何位でしたっけ。4位です。4位、はい、うん、あのどうだったですか、まあ、めっちゃ嬉しかったですか。もう事前に連絡あったの。あの一応取る方向ではいるっていう話をされてましたし、うん、ただあの僕大学の時に本当はプロに行きたかったんですよね、はいはいはい、でさっきも言いましたけど本当自分では足が一番速かったって自分で思ってた時だったので、うん、でも大学の時にまあ指名をされなくて、まあ、いわゆる指名漏れっていう形で、うん、届けは出したの。あ、まだその時その届けとかなくてなかったんで、まあ、行きたいっていう自己表示はしてたんですけど、まあ、取ってもらえなくて、うん、だから僕もうプロには行けないっていうことで絶対潰れない会社に入ろうと思って JR 東日本に入らせてもらったんですよ、はい、そうだね、はい、潰れないわ安定を求めて、うん、はい、だからもう正直 JR に入った時にはもうプロに行くつもりはなかったんですよね。でもやっぱり生涯の安泰を、はい、安定を願って、はい、うん、でそれで入ったのでプロに指名されて4位で指名されましたけど、その時に正直ちょっと迷ったんですよ、うん、あのプロに行ったとしても2、3年でクビになるんだったら、うん、JR に残った方が絶対いいよなっていう、ちょっとこう、そうだね、思うわ、はい、思ったのと、うん、どうしようかなって迷った時に、まあ、親が一言、でも夢だったんでしょって言われて、で僕一応あの大学の時に教員免許の資格を取得してたんですね、はい、社会科ですよね、はい、だからいやもしダメだったら教職も取ったじゃんって頑張って、うん、そっちでいいんじゃないって親にあっさり言われて、うん、あ、そうか、その手があるなっていうので、まあ、行く決断をしたというか、野村監督のその一声といいますか。そうですね、だからってですけれども、はい、野村監督の一番最初の印象とかって何かあります、こういう人っていうのが。多分皆さん印象としてはね、あのぼやきとかというイメージが多分一番強いと思うんですけど僕は全くあれがぼやきだとは思ってなくて、はい、もう本当に野村さんに感謝してるのは1年目の時に、まあ、もちろん使ってくれたのも野村さんですし、チャンスをくれたのも野村さんなんですけど、ベンチで必ず僕野村さんの前に座ってたんですね。いつも見たよね、はい、うん、そしたら野村さんがまあ多分なんですけど、多分こいつは何かをいろいろアドバイスしたり教えてあげれば吸収してくれると思ったのか、いつもこう配球のこととかをお前だったら何を狙うんだとか、うん、自分が打席に立ってない時にどうなんだとかっていうやり取りを試合中ほとんど毎試合やってくださってて、でこれが必ずお前盗塁にも生きるからって一言言われた時に、うん、あ、野村さんとこう話してるといろいろ打つ方にも盗塁にも影響するのかなっていうのがあってやってたら、まあもちろん盗塁はもちろん自信があったんで大丈夫だったんですけど、はい、打つ方で、うん、あ、プロってこういう配球するんだろうなっていうのを野村さんが言ってた配球で考えた時に、当時あのヤクルトのキャッチャーが古田さんだったんですけど、
古田さんってあの野村さんからいろいろ教えていただいたキャッチャーの方じゃないですか、あの結構いろんな裏を書いた配球とかをされるんですけど、はい、あこの配球この間そういえば野村さん言ってたわっていうような配球がたまにあったりとか、あこれは野村さんに聞いておいてよかったってことは次こういう球が来るんじゃないかなとかいうなんか予測ができるようになって、まあ、結果それで、ね、比較的読みが当たって打てたりとかするようになったんですよね。すっごい話してんね、はい、うん、やっぱりそういう師弟関係だけじゃなくて、はい、そういう勉強の場が毎日試合あったっていうのが非常にプラスなんだ、ね、だから僕は本当に1年目ルーキーの年っていうのは野村さんとなんか毎日あの野村さんの授業を受けてたみたいな感じですよね、試合しながら、うん、だからすごい楽しかったですし、うん、本当に1年目野村さんだったからああいう1年目にああいう勉強ができたからその後それなりの結果が残せていったのかなっていうのは今でも思うので、うん、1年目で新人王でしたっけ、はい、で盗塁王とって、はい、そういうことですからすごい。打率はどれくらい、2割9分2厘です。290に自信がなくてゲージから出なくてね、浦方さんが前に来て守った選手が鼻かわしだと思ってるよねみんな、ね、これはあの社会人の先輩たち大学の先輩たちがみんな言いました、うん、お前がこんなに打てるんだと俺はみんな打てるんちゃうかって。ああもうそれは違うんだよね。そうなんですよね。だからそれは違うの、やっぱり努力だとか配球だとか、はい、そういう話もあるんだけど、はい、でもそれぐらい本当に打てないバッターだったので、うん、まあだからね、2割9分2厘なんで僕も本当に打てると思ってませんでしたし、はいはい、まあ、それは本当に野村さんの教えというかのおかげかなと思いますね。野村さんに何か言われたことでちょっとこうこの辺で披露できるような話なんかありますか。そうですね、あのとにかくまずお前はどういう考えを持ってバッティングしてるんだって最初に入った時に言われて、はい、うん、であの、まあ、僕的にはだからやっぱり自分は足があの武器なんで、あのそれを意識を持ってバッティングもしてますって言ったら、あのそれはすごくいい考えだと、うん、だから足をまず考え、お前の足をどう生かすかっていうことを考えてバッティングしなさいと、うん、ただ当てに行くなっていうのを常に言われたんですね、はい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 、当てに行ったらお前の足でも当てに行ったら多分アマチュアの時だったら内野安打になったかもしれないけどプロは当てに行ったらみんなアウトになると、うん、もう当てに行った瞬間に野手はみんな内野手が前に来ると、ちょっとこういう風になりますからね、はい、だから振ってゴロ、強いゴロ打てる、うん、そうした方が野手が一歩目も前に出れないからと、うん、だからそれぐらいショートに強いゴロを打てるようなバッティング練習をしなさいっていう、そういう意識を持ってやりなさいっていうのを常に言われてて、で本当に恥ずかしかったんですけど僕1年目のルーキーの時にあのビジターの球場行っても、はい、ここにバンドをしてもうとにかくバンドをさせられてフリーバッティングさせられてたんですよ。内側からバット出せってことですか。あともその何ですかね、もうとにかく脇を畳んでコンパクトに振れっていう、はい、ちょっと僕はこのこっちが開く癖があったんですね、はい、でヘッドが落ちちゃうからっていうのでこう畳んで、でもこんなことプロ野球選手やってるのいないじゃないですか。あのバッティングゲージに入る前だったら分かるんですけど、はい、バッティングゲージに入るそれもビジターの球場ってことはもうファンも入ってるんですよ、はい、なのに、はい、僕両手を縛られた状態でバッティング練習してるからあの余計飛ばないんですよね打球が。恥ずかしいなと思ってたんですけど、でもこれは野村さんがこうやってやれって言ったから多分俺は絶対結果が出ると信じて、恥ずかしいけどやってたんですよ、うん、それが本当に5月6月ぐらいから実を結んだというか、3ヶ月間キャンプの時からずっとそれをやってたので、で率が上がってきた瞬間に野村さんがもういいぞと外してよかったですって言ってくださって、でそこからまあすることはなくなったんですけど、1年目ホームランはどうだったんですか。1本だけ打ちました。ああ、出るわけだね。でトータルで生涯は何本打ったんですか。3本です。え、3本なの。はい、あいつはバンドしてたからね。いやいや、本当にただなんていうんですかね、1年目の時とか2年目ぐらいまではこうちょっとバッティングが良くなっ、アマチュアの時より良くなってたので、はい、これは年間で5本ぐらい打てる時が来るだろうななんて思ってたんですけど、僕2003年の時に、はい、まあ、優勝したんですけど、その年以降からもうちょっと僕ホームランを捨てようと、はい、僕がホームラン打ったら相手嫌がんないだろうなっていうのがあって、ランナーにいられる方が嫌だと、だからとにかく僕はもうホームラン打つことよりは
とにかくそのホームランのこだわりを捨てようっていうふうに思ったので、まあ、結果的に捨てたおかげでね3割打てるようになったというか、うん、そうだよ。だから相手が嫌がることをやるっていうのはやっぱプロだよね。であと自分が生きていく道をどう探るかっていうのも教えてくれて、はい、うん、道しるべをしてくれた野村さんに大感謝ですね。いやいや、もう本当に大感謝ですね。はい、はい。